あ、こんにちは、豊さん、はい、結局バウアー帰ってきませんでした。なあ、あれだけ。だからもう当てにしない方がいいよね。しない方が良かったですね。まあまあそうだね。はい、これは DeNA が5月26日、はい、トレバー・バウアー投手の今シーズン中の復帰を断念する方針を示したと、はい、記事になりました、はい、というのもメキシコのレッドデビルスとの短期契約を結んでいたんですが、シーズン終了まで、バウアー投手が契約を延長すると、うん、いうことが決まったからなんだそうです、はいはい。まあ、これを受けて、メジャーリーグの統括本部長が取材に対応、補強期限ギリギリまで交渉していく予定でしたが、本人側からシーズンいっぱいまではメキシコでプレーすると聞いた、現実的には今シーズン中の復帰は難しいだろうなというような見解を示したと。でこういったところで次の策は今考えてやっていますと、はい、でネクストに向けて動き出すということ、今の時点で必要な選手を全方向から見てやっていますということで、ポジションだけでなく外国人以外も幅広く調査していくというふうにコメントを出しました、はい。まあ、なかなか日本人の中のトレードっていうのは難しいと思うよね。 DeNA は、まあ、先発ができるピッチャーがいれば欲しいだろうけども、それよりも7回8回、はい、ウェンデルケン、ね、まあ、昨年みたいな活躍ができる投手を、まあ、探してるのかなっていうような感じがするよね。まあ、例えば山崎康明、はい、伊勢、はい、まあ、この辺がやられる時っていうのはやっぱりちょっと厳しいよね、はい。森原も1年間通してじゃあ抑えをやったことあるかっていうと、ちょっとまあちょっと不安な部分もあるし、日本でそこら辺で投げれるようなピッチャーは絶対出さないよね。相手が出さないですよ。今シーズン諦めたってちょっと1年間だけ半年だけでも貸してくんないって言うんだったら話は分かるけど、まあ、海外でも先発できるぐらいのピッチャーは多分出さないと思うんだよね。それは例えば 3A とか、うん、2A とか、まあ、それはもうメジャーの予備軍としてやっぱ取ってあると思うんだよね。例えばじゃ あのアメリカメジャー以外のところで、うん、例えば南米とか、うん、キューバとかドミニカとかそういったところからっていうのもどうなんでしょうかね。まあ、動いてはいるのかな。まあ、それは多分やっぱ中継ぎ1イニングとか、うん、まあ、そういうピッチャーになってくるのかなっていうふうに思うんだよね。あの現時点、まあ、バウアー投手っていうとやっぱ先発じゃないですか、うん、そうそうそう。で今現段階 DeNA が先発陣っていうのはどうなんですか。そこは1枚欲しいのか。いやだからケイト・ジャクソン、はい、まあ、東がいるよね、うん、でまあ、大貫がいてみたいな、まあ、石田もいて、うん、東、ジャクソン、K、うん、この3人がこう勝ってくれればさ、まあ、それはそれでいいと思うんだけど、まあ、あとは大貫次第だよね、うん、大貫もね悪くはないんだけど、うん、勝ち星に恵まれてないだけで、うん、しっかりゲームは作れてるんだよね、うん、だからそれを考えるとやっぱこう8回とか7回とかに逆転されたりだとか、うん、追いつかれる方がきついと思うんだよ。で打つ方はある程度自信はあると思うんだよね、はい、厚みがあるし、ホームランっていうのもねこれから多分出てくるだろうし、うん、まあ、そうなってくるとやっぱ勝ちゲームはしっかり勝ちゲームとして収めたいっていうことになると、ウェンデルケンが、ね、まあ、昨年までやってたようなポジションを探してるかなっていうような感じがする、ね。ウェンデルケン、あの右肘の炎症で、まあ、ね、はい、離脱ですし、ウィック1軍で結果を残せずファームで調整なので、やっぱりちょっとあの中というか、うん、そこが手薄という感じですよね。まあ、そうだね。で上茶谷とか、はい、まあ、やっと1軍に上がったのかな、またで入江とかもいたけども、うん、枚数がねちょっと足りないような状況になってきてるし、まあ、そこら辺の補強っていうのは多分考えてるはずだよね、うん。あとやっぱりあのサヨナラ延長とかになってくると、やっぱり打たれて負けてしまうとかっていう試合も今シーズンちょっとあったりもしたので、まあまあそうだな、うん、まあそこら辺で人は欲しいと思う。となってくると先発型ではなくて、その中継ぎ1イニングでも行ってくれる外国人、またそのぐらいじゃないと今からじゃ取れないと思うんだよね。まず先発は無理でしょうね。で向こうには豊富にいるかっていうとさ、もうそんなにいないしね。そしたら中継ぎって言ったら、まあ、そこそこ球が速くて抑えられるかなっていう選手は結構いるかも分かんないよね。一枠、あ、ね、そのバウアー投手の分は空いたけれども、誰も取らないっていうこともあるんですか、いい選手いなければ。
いや無理して取ることはないよね、うん、見切りで、まあ、妥協で言えば絶対取らないし、うん、そこにはお金がかかるし、うん、契約があるから、はい、これでやってくれるっていう選手が見つからなかったら、うん、もう補強はなしになるですよね。あとはそのもちろん球団側もバウアー投手がダメだった時のことも考えて一応ね、水面下で動いてたと、まあ多分ね、思うんですけど、多分そうだよ、うん、ただバウアーの価値っていうのはさ、やっぱ先発ができて中4日で回ってくれて、うん、100何十球まで投げてくれるというタフさもあるしね、うん、それだけ価値は高かったんだけど、うん、まあ、だけど契約でね、こうやって来るのか来ないのかとか、はい、結局来なかったっていうことになってくるとさ、うん、まあ、そこでもやっぱ DeNA の方は多少計算は狂ってるよね。まあ、完全に狂ったんじゃなくて、まあ、そういうことも想定しながら動いてただろうから、はい、だからそこで方向転換して7回8回とか、うん、だからエスコバみたいな、男は黙って投げるだけ、うん、ああいうタフさのあるピッチャーが一人欲しいよな。エスコバ来るかもね、もう一回今、ね、メジャー行きましたけれどもね。そうそうそう、いやだからああいうピッチャーがいてくれると本当に楽だと思うよ、うん、使うにしてもね。ということはやっぱ補強ですね、トレードではなく。やっぱ左ピッチャー欲しいな。あ、左か。中で、うんうん、やっぱここでなんで左ピッチャー持っていかないんだろうと思って思う時もあるし、うん、でもメンバー見るとあんまり状態のいい左が入ってなかったりとかさ、うん、するしね、はい、エスコバっていう存在は今考えるとでかかったなと思うよね。本当そうですね、帰ってきてくれなかったね思いますけどね。男は黙って帰るだけ帰りませんって言われますよね、帰りません言われちゃうけれどもっていう。まあ、だから、うん、まあいろいろね思惑あるにしても、うん、7回8回抑えも任せられるだけの、うん、まあ、ポテンシャルの持ったピッチャーが欲しいな。そうですよね、うん、これいつまでに探せたら取るけど探せなかったらもう取らないとかっていう期限って大体あるんですかね、タイムリミットの。いや7月の頭、うん、ではもう猶予は1ヶ月いや、じゃないと7月の末まで我慢してたら、うん、これがダメだった時の対応がオールスターまでのある程度の目安をつけたいよね、うん、このピッチャーのっていう、はい、だから7月の頭までには決めてほしいよな、誰かを。そうですね、うん、他の球団でいうとパ・リーグのオリックス、うん、オリックスは元ロッテのペルドモ投手獲得というところで、やっぱこの時期に獲得するっていうのはさ、うん、日本にある程度慣れてるとか、あ、経験者とか、うん、そういうのが一番安心感はあるんだよね。初めましてはちょっと厳しい。初めましてはHow to do じゃないんだから。そうなのか。あ、ファインで聞いてる場合じゃないんだよ。巨人も、まあ、ヒルナンデス選手、まあ、野手を獲得して今出てますけれども、うん、まあ、あれはもう確かにシーズン始まってすぐにオドはいなくなってからのそこからの探しだったので、まあ、そうだな、今から探すとなると本当本当に純粋に始めましたの選手は難しい。そうだな、ただやっぱりこう欲を言えば左が欲しいよな。ということは NPB を経験した方がある元どこどこの投手で左っていうパターンは探すと消去法で出てくるんですか、ね。まあ、まあ出てくるだろうけど、うん、それが今どういう現状でやってるのかとかさ、うん、状態はどうだとかさ、うん、まあ、いろいろ調べてくるともう本当時間がなくなってくるよね。巨人とかって結構ピッチャー放出しましたよね、契約しないとか去年とか。でも使えるか。でも一応初めましてではない、まあ、だからメンバーとしたらリストアップは入ってると思うよ、うん、まあ、だけど今現状どこでどういうふうな環境でやってるかとかいろいろ調べるとそんなことやってると本当すぐ時間がなくなってもう現地行っても見てくることやなもう昼夜寝ずにもう寝ずに、ね、広島の元ピッチャーの人たちってどうなってましたっけ。いや広島は楽天に一人は楽天に、そうですよ、ターリーが行ってるし、うん、まあいろいろいるけど、まあ YouTube 撮ってきていいよっていうんだったら行ってきてもいいけど、渡航費とか全部ね、滞在費とか出してくれるんであればちょっと視察に海外まで行ってもいいと、豊さんがスカウトしてくると。そうそうそう、 DeNA のね、ぜひ本部長が。これあんまり外さないからね、言ってもお順位は外すかもわかんないけど。そうですね、そうですねじゃねえんだ。選手はちゃんと見てる、見る目あるから。そうですよね、エスコバにこうやってお願いしてたりして、黙って帰ってきてくださいって言って、黙って帰ってきてまあでもエスコバ帰ってきたんだからって。そうですよね、連絡は
何が筒子選手、あこの前会った神宮会いに行ったんですよね、こちら側から。そうそうそう向こうからね。いやいやもう、あそうだ、 YouTube 出て三田子さん呼んでくださいよって言って、えそうなんですか。いや前出るの大変なんじゃないのって言ったら、うん、いや関係ないですよ、三田子さんのだったら出ますから。連絡がその後ないいやでも撮ろうと思ったらすぐ撮れるから。じゃあまあオフになったらってことですね。もちろんもちろん、まあ、シーズンなんかこうオールスター休みの時でもね、うん、あいつ出るかな、オールスターな。出るの、出ます、選ばれるかもわからない、うん、選ばれますね、うん、選ばれなかったらちょっと一発出てみたいなね。じゃあもしかするとね、男はね黙って約束じゃないですけど、そうそう、はあ、男まあそういうふうにまあ言ってくれた、うんうん、ね、まあ嬉しいよね。そうですよね、うん、まあ、ねやっぱり DeNA のね太いパイプを持ってる豊さんですから、はい、やっぱりちょっとねスカウト、もしね球団関係者が見ていて渡航費用などは出すからぜひスカウトで YouTube で行ってきてくださいとでも忙しいんだよね俺もね、行けないじゃないですか、まあね、講演会、ね、まあまあでもまあ日程を無理やり開けてみたいな、もう強行で2泊3日3泊4日、ね、まあ、それでもいいよ、まあ、引っ張ってくるかいみたいな、いい選手を、まあ、大丈夫かな自信がない自信がない。いやまあただね、もうねバーバー投手はもう今シーズンは帰ってこないということなので、まあそうだな、まあ、これはもうしょうがないからね、うんうん、契約は無効としちゃったっていうことだから、はい、でも DeNA は本当に左ピッチャーの中継ぎ、うん、これが入るといいだろうな。そうですね、うん、ちょっとでもね A クラスで優勝に絡めるようにというところで、まあまあね、はい、今ね B クラスにいるのでちょっとどういった選手を夏までに、獲得するか、ね、獲得するか、そういったところも注目です、はい、はい。